皆さん、こんにちは。ポータンと申します。今回は、織田信長で、プレイステーションバージョン、続きの、越前撤退の続きからやっていきたいと思います。よろしくお願いします。武将の装備を変えます。さすが成政さん、入金に出演するで、あとはペアさんはヤさんは技が今回はヤさんは製品価値を書きます。ガムちゃん、製品価値を装備させます。はいいかなと思います。目的では何番かするのかな。ではいいと思います。金ヶ崎撤退戦、上洛後、初代目を取って
かしい一年です。吉陰に必要ないことです。今日も1000円して。吉陰の優柔不断さも確認できたものの役目で目で見えたり最高のね最高の涙人の意は高めている表面関係で意識で誰か動けば我らは危うくなりますよ。長野くんはい、で、ですけど、いい今ね、そのさ、家の4人です。で、今回と、まず村が、にあります。で、城がこれが小谷城で、ここがあれ、まずは、はい、で、ここが、これが先ほど。で、今回ちょっと条件があって、22ターンをやると、この援軍が、ある意味、で、21ターン以内に敵を全滅させたいと思っています。はい。それでは、やっていきます。信長は、で、方針としては、この敵状態を攻める部隊が一つ。で、この小谷城付近で、待機して戦う部隊が一つ。信長もちろん柴田勝家はこの城を目指して入って、まず右側のスポットは海ちゃん。森くんも、OK。で、ローウィルと進める速さも見つけます。で、今度は北に行く舞台なんですけど、まずは利家。ラが2頭で、砲兵は、3部隊いるんですけど、川尻さん、船森さん、全部、手にも止まって、川尻さん、
よし、小木さん。で、あとは、この村にもらいます。何言ってもらいます。で、丹羽さん。で、忍者二人。見に行ってもらいます。いつかさん。この人も。見に行ってもらいます。で、残った4人。武吉さん、トツさん、アッキアさん、ラモンさん。この4人は、まあ、この、本陣を持ってもらいます。ね、修理。いいよ。ここ。動かすことなんですけど、計画を今に進めていくと思います。いいのか。で、策を。忍者たちは、回線が始まりました。取ります。
かなって。わかんない。まだ開いてる。開いてる。もう降りた。よし。もういいね。よし。それは嬉しい。うん、物を取りに行きます。うん、次に今、うん、次の方に切ると思います。こういうのにはこのままで残って、あ、お、届かない。なんかできることありますか？はい。説明とか。
楽しいな。させます。それと罠がかかって日中が1になっています。まあ、はい、そう、ね、で、あんまり無理しない方がいい。
兵が残ってます。戦ってる取りましょう。で、見るとで、スキー。で、スキーちゃったかな。で、スキーちゃったっぽい。はい。OK。まあ、イエス、これ。イエス入れる。で、打って、このところかつにできていきます。で、これを持って。で、ここ、ケアして、手に塗ってもらいます。
見ましょう。見てる。
してなかった。CA が CA30 作ぐらい。これでいいです。今のところはこれでいいです。で、忍者くんが、こちらの村に、メリットがないので、逃げましょう。逃げてたっていうのどこに。なりますを3はちょっと入門してるんです入門してるんですよし。前田と姫が結構減ってるんだね。趣味のバフを持ってます多少はしょうがない例外は佐久間さんはこの手はどうする人の置き方したよねThank you.
か。
よ。
どのぐらいなら、あ、さばける。久野さんも随分頑張ってきてましたけど、はい、え、シュパーって大丈夫？このお店上がないもんね。だいぶ消えてる。あ、うん、うん、
思っちゃうよね。秀吉の何か1段目、まだ1段目、強いっすね、この二人。ノックの出番がない。砂糖舐めるな。
お疲れ。
ワクワクしようと思って、
いやー、ほんと、君は素晴らしいしてくれましたね。最初はどうなるかと思いました。もしかしたら見よう。どうして動かしてダメなの？また雨降ってる。なんか雨多いな。
まず、逃げた。いるでしょう。カモさんで。マイナス。なかなかに来てる。耳たいが持っている。
思う。何をと思うの？でも運営に向かわせましょう。今させてもらいたい。よく待っていて、あと誠さん、時計を待ってきた。OK。
え、ちょっと待って待って待って。ダメ。地獄じゃん。え、敵が、敵がめちゃくちゃ出てきてしまった。聞いてないんですけど。これ本当に？これ本当に言ってる？これダメじゃん。で、聞いてない。ちょっと待ってよ。本当にこれ言うてる？聞いてない。以上。嘘でしょ。遠いんだけど。ちょっと待ってよ。さすがに聞いてない。マジで。本当に言ってるから。ひどすぎないかい？これが。
まあ、なんとかなるか。地獄だな。なんとかなった。なんとか見れそうです。よっと見そう。カッテさんはあまり飲ましてくれないかな。飲ます。
姉が先にいて、桜浅井六角軍に攻撃される武将を撃破し、無事岐阜へ帰ってくる。に線を手に入れた。ここでセーブしますか。はい。セーブが完了いたしました。今回の動画はここまでとさせていただきます。ご視聴いただいてありがとうございました。よろしければ